それでは行きます。レースを開始します。オレンジ03がロースタート。1回9秒4から入ってきました。トップタイムを破るには8秒97、これが2回必要です。9秒146、3番手です。9秒21、3番手。0.36、岩井選手をかわした2番手浮上。9秒057、2番手タイムを更新。さあ自己ベストまであと1000分の2秒というところまで来てる。8秒970、自己ベストです。2番手。そしてこれが最終周。マシンを回収してください。できました。自己ベストも出ている。8秒970。さあ5人目、伊藤選手です。よいしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。伊藤選手は、ね、コースオープンします。ここからタイムは出走ドライバーは伊藤になろう。8秒657、過去出したことがあります。さあトップタイムを破るには8秒972回必要です。現在トップは諸橋選手です。はい、ポンダ OK です。プラクティス終了です。はい、それでは行きます。レースを開始します。伊藤ナロースタート。さあ5人目、伊藤選手のチャレンジ。さあ1周目9秒27から入っていく。さあ2周目、同じく9秒2、まずは岩井選手の後ろ4番手につけました。さあ9秒04、4番手変わらず。9秒15、岩井選手かわしました。3番手前に寺田選手が見えます。9秒145、わずかながらタイムアップしたが、まだ3番手。もう一周できます。9秒1。さあ最終周どこまで来るか。フラットが出れば2番手まで可能性がありそう。さあ最後9秒3、マシンを回収してください。3番手です、伊藤選手。さあ次は斉藤選手、中沼選手、伊藤住職選手と続いていきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは三川 MM2 キュアオレンジ。さあ斉藤選手も、こっち回りのレースは初出場です。あ、1回ポンダお願いします。おい、はい、OK です。プラクティス終了です。それではスタートします。レースを開始します。三つ川 MM2 キュアオレンジスタート。さあ6人目の斉藤選手、依然として諸橋選手がトップです。8秒97、これが2回出るとトップに躍り出ます。さあ目から8秒台、8秒871。もう一回これが出るとトップ立ちます。
さあ楽勝ですね。8秒661トップに立ちました斉藤選手。8秒488今日のベストタイムが出ている。8秒7。8秒561。さあもう一周できます。ここまで8秒4、8秒5とつないできている6人目の斉藤選手。さあ下手するともしかしたらもう一周できるか。全速でいってください。マシンも回収してください。さあトップタイムです。17秒049です。8秒488を出している斉藤選手がトップに立ちました。この後の投票をかけるドライバーの皆さんにはどんどん。さあ7人目が中沼選手。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。中沼選手は過去8秒796。これがベスト残ってます。さあトップタイム斉藤選手のタイムを破るには8秒52、これが2回になってます。はい、ポンタ OK、 準備ができたらいきます。プラクティス終了です。はい、それではいきます。レースを開始します。中沼ナロースタート。もしかしたら最初読んでなかったかな。あ、読んでますね。9秒132。8秒873。一気に3番手回ってきた。前に諸橋選手がいる。730、モラー選手を抜きました。2番手。さあトップ斉藤選手にどこまで迫るのか。8秒67。さあただ8秒5が必要です。8秒6、いや8秒8ですね今の週。8秒74、これが最終週になりそう。はい、ここでゴールです。中沼選手、自己ベストをマークして2番手です。8秒73じゃん、そうですね、自己ベスト。さあ、残るが3人です。伊藤住職選手、村田選手、栗島選手です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは伊藤住職。2枚目だ、2枚目。次のページ行っちゃった。さあ伊藤住職選手は8秒69が前回までのベスト。はい、ポンダー OK です。プラクティス終了です。準備ができたらいきます。OK、 はい、それでいきます。レースを開始します。ストップ、じゃあ止めます。レース終了です。マシンを回収してください。はい、行きますよ。レースを開始します。伊藤住職スタート。さあ伊藤住職選手がどこまでトップタイムに迫れるのか。8秒52が2回必要です。おー、さあ1周目ミスがありました。気持ちを切り替えていきましょう。さあ帰ってきます。8秒7を並べてきて、まずは3番手につけた中沼選手の後ろですね。8秒7、まだ3番手。8秒8、なかなかタイムを上げてこれない。
8秒8、これが最終周となるか、現在3番手につけています、伊藤選手。最後、終了です。8秒7です。足も回収してください。さあ、村田選手です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは村田。さあ、村田選手はこっち回り、コースレコード持ってるんですよね。8秒627かな。そうですね。音が違うね。はい、今度は OK。プラクティス終了です。はい、それではスタートします。レースを開始します。村田スタート。さあ、現在トップタイムは斉藤選手ですね。合計タイム17秒049。1つ目に下った10秒台。2周目9秒フラットです。3周目8秒683、住職の後ろ4番手。8秒6を並べてきました。中沼選手をかわした2番手。さあ、あとはトップ、斉藤選手。ここから8秒5が必要です。8秒6。8秒9か。さあ、これが最終周。何やってんの、マジで。はい、もう足も回収してください。2番手です、村田選手。さあ、最終ドライバー、栗島選手です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは栗。やべえ。アイポッド OK です。プラクティス終了です。さあ、栗島選手は過去の、記録が8秒716が残っている。はい、それではいきます。レースを開始します。最終ドライバー10人目、栗島選手です。はい、スタート。おっと。さあ、1周目にこける選手が多い。1周目ミスター10秒3です。おっと。さあ、1周目9秒4。まだちょっとレース早いかな。さあ、3周目、13秒3。さあ、8秒72、7番手。あと一周はできるかな。どうだ。さあ、うまくいけばもう一周できそうだが、ギリかな。8秒7を並べて、住職のうちの5番手でゴールです。はい、予選は5-5でいきます。人数多いんで、やっぱり予選3組にします。3組今プリントします。組み合わせこれで。
40分から。さあ予選3分間、1回目は40分からスタートします。3ですか。4-3-3。決勝は8人、そうです。 B 面6人、あ2名から、はい、で面は 4名までから、うん、はい、結局さ、ゆずるするからさ、うん、はい、クリアラップ走れなくなっちゃうから、まあ、それの方がきつい。まあ勝負はあれですよ、決勝 B 面ですよ。あ、決勝ですか。決勝 B 面、初戦決勝ですか、はい、クリアラップ走る方が重要なんですから。いやでも本当に久々だよ。何が本当は前だったらタイヤ出したんだけど、それ雨もさ、もう切れたタイヤでも、うん、600円でも浮かせるから、もうほらワイドはちゃんといっぱい残ってるけど、もうなるほど、いや結局もうパターンというものはなくなってない。いやいや、もう削れも削れたまずいし、ストレート出ないよ。分かってたけど、分かってもやる気がない。やる気がない。今からもこれで。
はい、それでは時間になりましたので3分間一発勝負だっけ、そうだよね、一発勝負の予選忘れちゃった、忘れちゃったよね、一発勝負だね、そうそう、どのさん違うでしょ、あ、あ、さあここの組はまず4人ですね、よいしょ、プラクティススタート、プラクティス時間は2分、コースオープンします、出走ドライバーはオレンジ030、伊藤奈良、岩井33アール、藤岡さん、寺田選手は前回18周4秒、伊藤選手が20周0秒、岩井選手が20周9秒、藤岡選手は今回初出場。はい、全車ポンダ OK です、プラクティス終了です、はい、それでは並べてあげてください。一番前がオレンジの寺田選手、二人目が伊藤選手、三人目岩井選手、四人目が藤岡選手、うん、青いテープ、青いテープ、青いテープ、はい、ありがとうございます。それでは一回練習で聞いてもらいます、ちょっと練習で、これそれではスタートします、レースを開始します、これでいきます、全部一緒です、タイミング、レース終了です、マシンを回収してください、
それでは本番スタートします。3分間一発勝負の予選1組目スタートします。レースを開始します。はい、OK です。さあ伊藤選手がいいスタートを決めたように見えるが、まずはそのまま寺田選手がトップで入ってくる。3番手の岩井選手がヒートのベスト9秒5マークで1周目。さあここでトップを走る寺田選手がヒートのベスト9秒13をマーク、レースを引っ張る。ここさあさらに寺田選手のトップタイム更新9秒114。さあレースは寺田、伊藤、そして岩井選手が1秒9遅れて3番手、4番手は藤岡選手。まだ前半同一周回。さあトップ争いの2台、2人でトップタイムを出し合う。2人とも8秒9をマークしています。さあ初出場の藤岡選手もかなりいいでしょう。検討している。まだトップ2台は追いつけてない。1分経過。さあ伊藤選手が仕掛けた。さあトップ走るオレンジ、寺田選手は自身初となる20周ペース、現在9周目から10周目に入るところ。さあここで藤岡選手ベスト9秒18。さあ岩井選手ベスト9秒35です。本当だよ、岩井選手より藤岡選手の方が早いもん。さあ3番手争い、岩井対藤岡1秒です。その後ろからトップ2台がやってくるという展開。おっとここでトップが入れ替わらないですね。まだ寺田選手はトップを守る。現在トップの2台が13周目、この2台が20周ペース。さあまだ前者が同一周回です。さあ岩井対藤岡の3番手争いが0秒6。さあ藤岡選手がまず冷静に行かせます。藤岡選手はこれについていきたい。残り40秒。さあ依然としてはトップ2台20周ペース、16周から7周目に入っていった。トップ争いが0秒5。藤岡さんすごいね、伊藤さんについてってる。さああとは岩井選手、俺トップしますからね、来たら譲ってあげてください。残り間もなく15秒。トップ争いは18から19に入っていく。さあ藤岡選手はもうガチンコです。さあトップ2台が最終周に入っていく。残り5秒切っている。ここで3分。オレンジ03ナローゴール、伊藤ナローゴール、岩井さん選手終了です。マシンを回収してください。4番手藤岡選手。すごいじゃんすごいよさあ予選2組目、伊藤住職、栗島選手、諸橋選手の3名。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。はい、出走ドライバーは伊藤住職、フリー、モロ。諸橋選手は前回20周5秒、栗島選手が21周6秒、そして伊藤住職選手は20周1秒が各ベストです。はい、全車ポンド OK です。プラクティス終了です。はい、それでは並べてあげてください。暫定 TQ タイムは寺田選手の20周4秒となっています。さあ予選の上位4名は A メイン確定となります。はい、順番伊藤住職、栗島選手、諸橋選手です。
さあ予選上位4名は A 面確定、残り2人を、B 面から勝ち上がってくるという方式でやっていきます。はい、ありがとうございます。それではいきます。2組目は3分間です。レースを開始します。さあ、栗島選手のミスだったか。まずは伊藤選手はトップで勝ちたかな。いや違う、諸橋選手ですね。諸橋選手がトップ、2番手に伊藤選手、3番手栗島選手、2番手住職がファーストですと9秒05。さあ2番手伊藤選手が8秒台入れてきました。8秒93。栗島選手はちょっと車おかしいのか。3番手、さあ伊藤選手はトップに変わる。諸橋選手はその9秒の、さあここで3番手栗島選手がヒートのベスト8秒47マーク。さあ1周目ね、ちょっとごたごたがありました。現在ここのヒートのトップ2台は先ほどの寺田選手のタイムを抜けないという予想。1分経過。さあここで栗島選手がヒートベスト8秒437。やばい。さあそしてトップスタートの伊藤選手はペースをまとめ出した。十分寺田選手の暫定タイムを抜けるペースまで上げてきている。一方2番手のモラス選手はもうちょっとペースアップが必要です。モラス選手は現在総合3番手から4番手ぐらいのペース、折り返しの1分30秒。さあこれモラス選手2番手がベスト9秒08。さあ諸橋選手はもう一人の伊藤選手、先ほど走った伊藤選手と総合3番手争いしています。3分走ってコンマ何秒という差。さあこれ諸橋選手が9秒069をマーク。このヒートでは2番手を走行しています。諸橋選手残り時間まもなく50秒。さあトップ走る伊藤選手が16周目に入っていく。さあ1周目にねちょっと絡んでしまった伊藤選手ですが、気がつけば自己ベストペースですね。20周0秒ペース、予選でもトップに躍り出てきそう。残り30秒。さあ諸橋選手2番手の後ろからトップが出る。さあ伊藤選手だけが20周回ってくるという予想です。20周目に入ってきました。トップのマシン残り5秒。ここで3分、伊藤住職ゴール、諸橋選手レース終了です。マシンを回収してください。自己ベスト20周0秒で暫定 TQ。 2番手諸橋選手は総合4番手、栗島選手は総合5番手です。諸橋さんの後ろだ。やったさあ予選の最終組3組目でしょ。最強選手村田選手、中沼選手が出てくる。2分、コースオープンします。出走ドライバー、はい、水川 NM2 キュアオレンジ、村田、中沼奈良。斉藤選手は今回初出場、村田選手はコースレコードを持っています。21周の4秒、中沼選手が20周4秒が自己ベスト。決勝になると嫌がらせをしてみれば。はい、全車ポンダ OK です。プラクティス終了です。はい、それでは並べてあげてください。一番前が斉藤選手、2番手が村田選手、3番手が中沼選手。さあ暫定 TQ タイムは住職選手の20周0秒となっています。それではいきます。予選最終組3分間レースを開始します。
さあ、中山選手が前に出た。村田選手はちょっと出遅れてしまったか。さあ、トップを走る斉藤選手が1人8秒台、8秒82をマークしてるかな。さあ、トップは斉藤選手、2番手中沼選手が0秒5後方、ここで中沼選手がヒートベスト8秒58をマーク。さあ、再び中村選手がヒートベスト8秒44をマーク。さあ、トップ争い、斉藤対中村。おおおおさあ、村田選手、さあ、1分経過。さあ、今の接触でペースがガクッと落ちます、2台。このままだとトップ4も危なくなってるぞ。さあ、このヒートの2台トップ、斉藤選手、中沼選手、その差が0秒1、村田選手が 1.7 後方、村田選手、ベスト8秒48。さあ、現時点のペースだと、伊藤住職選手のタイムを抜いてこれないという予想、折り返しの1分半。さあ、中沼選手が前に行きたいが、この2台が12周目に入っていく。さあ、村田選手がやってくる。村田選手はね、タイムアップが必要です。今のペースだと寺田選手を抜けないという予想。頑張ってよ。さあ、残り時間がちょうど1分。前者が20周ペースに入っています。現在14から14。さあ、15周目、中沼選手がトップに立つ。さあ、中沼選手はここで解放され、自分のペースいけるか。残り40秒。さあ、斉藤選手はまだ諦めてない。0秒5後方、斉藤選手はここでベストを持ってきた。8秒64。さあ、18周目に入っていく。3台残り30秒切ってます。さあ、中沼選手は伊藤選手と同じ20周0秒ペースまで持ってきてるが、残りもう1周か。さあ、レース残り時間ちょうど10秒になりました。20周目に入っていく3台。さあ、中沼選手はどうだ。伊藤選手のタイムとほとんど一緒のペース。ここで中沼ローボール、中沼ヘルヘル通知のレース終了です。村田選手も回収してください。中沼選手が TQ です。中沼選手が TQ、 住職2番手、3番手斉藤、4番手が村田選手。いかなかった。さあ、 A メイン確定は中沼、住職、斉藤、村田選手です。残りの6名で、残りの6名ですね、残りの6名で B メインやります。じゃあ B メイン決勝は4時5分 B メイン決勝いきます。これ村田さん前、あ、全然村田さん、全然全然村田さん、だから20周書いてない。はい、 B メインの決勝レースは4時5分スタートします。寺田選手、伊藤選手、諸橋選手、栗島選手、岩井選手、藤岡選手の6名。
あ、ありがとうございます。はい、いただきます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、ピストンというか、ピストンとシリンダルテストですね。まあ、フランクはね、そんな痛むもんじゃない。痛むとしたらね、今度今日なんでそんなに調子がいいの？わかんない。車を見てもらったとかじゃなくて、うん、ウレタンの？ちっちゃいやつ。はいはいはい。あれコロナの間。あ、そういうことね。うん、あ、いいじゃない。全然見違えるようじゃん。緑缶つけて、いいじゃないですか、いいじゃないですか。ポイントもらっちゃいます。はい、ありがとうございます。ね、うん、いいですね。いいですね。レースが荒れると下手して AWA の可能性もあります。まあ、チャンスだね。チャンスだね。みんなリタイアしてくれたりとか、どちらかってくれたりとか。ほとんど差がないもん。練習で19周入ったら出たんだ。ああ、で、今日出たんだ。今日、なんか、いいんじゃない。マッチド効果です。あ、そのままやってんだ。いや、今、時間があったら。帰んなきゃいけないんで、GT はヒントリーしません。あ、そういうことね。はいはい、了解です。またでも、今井さん、あの、レース中に変えると良くないっていう。必ずこける。レース中に変えると？
練習にいつも変えるんですよ、余計なことして。あ、練習に変える、こんだけ薄いんだよ、ね、1枚分ぐらい。あ、そういうことね。はい、それではそろそろ時間になりますので、ナロークラス B メイン決勝レース6分間始めていきます。よいしょ。立ち位置は予選の成績順で決めてください。プラクティス時間は2分、選手コースオープンします。出走ドライバーはオレンジ03ナロー、伊藤ナロー、モロー、フリー、岩井33アワール、藤岡さん。さあ、寺田選手は前回36周0秒、伊藤選手40周4秒、諸橋選手は39周2秒、栗島選手が41周7秒、岩井選手が37周5秒、ここまでが記録が残ってます。はい、諸橋選手 OK。伊藤選手 OK。 寺田選手 OK。 え、なんだな、大丈夫こんなところにダメでしょ、総裁を使うとここにいる、総裁がここにいるのかはい、栗島選手、藤岡選手 OK。33.79。 さあ、この中からレースを終えて上位2名、上位2名が A メイン勝ち上がります。はい、全車ポンダ OK です。プラクティス終了です。はい、それでは並べてください。一番前がオレンジの寺田選手、2番手が伊藤選手、2番手伊藤、3番手が諸橋選手、4番手栗島選手、5番手岩井選手、そして最後尾から藤岡選手、以上6台です。はい、それではスタートします。 B メイン決勝6分間です。レースを開始します。選手がスタートミス、藤岡選手が前に出ました。さあ、栗島
岡選手は車を直したのか、まずは2番手の伊藤選手の支えにかかっています。栗島選手、さあ寺田、伊藤、栗島、この3台がレースを引っ張る。4番手岩井、藤岡、諸橋と続く。さあヒートベストは誰だ誰だ、諸橋選手ですね。最後尾のマシン9秒02、これがこのヒートのベスト。さあ2番手に栗島選手が浮上、寺田選手の後ろ。さあ栗島選手は見違えるように車が良くなった模様。寺田、栗島、伊藤、この3台がレースを引っ張る。さあここで栗島選手が前に出た。6周目から7周目トップは入れ替わります。栗島、その後ろ寺田、伊藤、岩井、ここまでが4番手、5番手藤岡、6番手が諸橋選手。さあ栗島選手がトップに出た途端、8秒台、8秒59。さあ2番手に伊藤選手、どうやら寺田選手はミスがあった模様。現在4番手まで落ちている。1分20秒経過。伊藤選手9秒0のベスト。さあトップは栗島選手、11周目に入っていく。2番手伊藤選手が1秒8、3番手に寺田選手が帰ってきているか、3秒1、4番手岩井、諸橋、藤岡と続く。栗島選手が8秒53マーク、伊藤選手が8秒90ベスト。さあこれベストは栗島選手8秒53。さあ3番手寺田選手はトップ2台まで3秒5です。まだ時計は2分経過したところ。岩井選手ベスト9秒11、現在4番手。藤岡選手ベスト9秒17、現在6番手です。2分経過。さあ3番手寺田選手の後ろからトップがやってくる。さあ伊藤選手はバックマーカーに囲まれて、ちょっとトップと差をつけられました。5秒2、まだ2分30秒経過したところ。さあ岩井さん後ろから3番手寺田選手がやってきます。オレンジのマシンが現在3番手。2分50秒経過。現在トップは栗島選手、20周目に入っています。2番手が伊藤選手、同じく20周目。さあ栗島選手は気がつけば前者もラップかというところまで来ている。伊藤選手の後ろまで来ています。折り返しの3分。さあ栗島選手はここでベスト8秒531。3番手寺田、4番手岩井、5番手諸橋、6番手藤岡選手。さあトップ栗島選手が伊藤選手をラップしようかというところ。藤岡選手の後ろから来るのがトップワンツアー、生かしてくれました。ありがとうございます。はい、さあ、寺田選手ここでベスト9秒08。おっと、藤岡選手か。はい、ありがとうございます。今のはいけないですよ。さあ、オーケー、4分、残りが2分です。さあ、寺田選手は伊藤選手まで4秒4。勝ち上がりをかけた戦い。さ、4番手、諸橋、岩井選手、藤岡選手と続いています。さあ、レースは4分30秒になる。残りが90秒。さあここで伊藤選手はベスト8秒90。2番手のマシンがここの時間帯でベストを持ってくる。さあ4分50秒経過、残り70秒。さあトップ栗島選手は2番手伊藤選手の後ろをぴったりつけています。残り1分。伊藤選手はこのプレッシャーでミスをするようなことがあると寺田選手は一気に近づいてくる。
残り50秒。さあトップ、栗島選手は41周予想、現在36周目から7に入るところ。さあ寺田選手は伊藤選手まで5秒7、残り30秒。さあここで2番手伊藤選手がちょっとクラッシュに巻き込まれた。残り20秒。さあ寺田選手は伊藤選手まで4秒2、残り10秒。さあ気がつけば栗島選手は前週はラップ40周目から41に入ってきました。これが最終週、ここで6分。伊藤ナローゴール、岩井さん3アールゴール、岩井選手ゴール、藤岡さんゴール、藤岡選手ゴール、オレンジ03ナローゴール、モロコレンジ終了です。マシンを回収してください。立ち上がりは栗島選手、伊藤選手の2名です。3番手が寺田選手、4番手モラシ、5番手岩井、6番手が藤岡選手。はい、それでは栗島伊藤選手は、A ウェイの準備をお願いします。はい、それでは A 面コースオープンします。立ち位置は予選の成績順、中沼選手、プラクティススタート、プラクティス時間は2分、斉藤選手、コースオープンします。10走ドライバーは中沼奈郎、伊藤住職、三川 NM2 キワオレンジ、村田、フリ、伊藤奈郎。さあコースレコーダー村田選手が持つ41周の2秒です。中沼選手は40周5秒、住職選手が40周4秒、斉藤選手初出場、そして栗島選手が40周7秒、そしてもう一人の伊藤選手が40周4秒が過去ベスト。はい、住職中沼選手 OK、 斉藤選手 OK、 村田選手 OK。あとは立ち上がってきた2台を待ってます。伊藤選手 OK、 はい、全車ポンダ OK です。それでは並べてあげてください。一番前が中沼選手、2番手が伊藤住職選手、3番手が斉藤選手、4番手が村田選手、5番手が栗島選手、そして最後尾から伊藤選手がいきます。以上6台。はい、藤岡さんありがとうございます。それでは、ナロークラス A メイン決勝6分間スタートします。レースを開始します。さあ、綺麗なスタート。さあ、後方で栗島選手が転倒したか。さあ、まずはトップ足、中沼選手がファーストテスト8秒71をマーク1周目です。さあ、2番手集団、住職に斉藤選手が襲いかかる。斉藤選手はファーストテストをマークした模様。さあ、斉藤選手がこじ開けましたね。2番手浮上、前に中沼選手が見えます。さあトップは中沼、2番手斉藤、住職村田選手、これは0秒6の中に4台入っています。そこから、1秒2遅れて栗島選手は5番手、最後尾に伊藤選手。さあ中沼選手がヒートのベスト更新、8秒442、すごい、4台がぴったりです。この4台が現在 1.5 秒の中に入っている。さあ栗島選手のトップ争いに加わってきそう。5台になる。斉藤選手が前に出ました。斉藤選手がトップ。斉藤、中沼、村田住職。さあ、中沼選手にミスが続いたのか、どんどん順位が落ちていく。
さあトップは斉藤選手ですね。2番手に栗島選手 1.6 秒、3番手中職村田、伊藤、中沼のオーダー。さあ中沼選手はね、この時間帯でもファステストを持ってます。まだ諦めない。1分30秒経過。トップは斉藤選手、12周目に入っていく。 1.1 秒後方栗島選手、0秒8、住職村田、伊藤、中沼のオーダー。村田選手がベスト8秒62、現在4番手。さあ住職8秒69ベスト、現在3番手。栗島選手0秒8。さあ斉藤選手ペースがいいですね。栗島選手も近づいてこれない。中沼選手をパスしてきました。最後尾のマシンをラップしていくトップ、斉藤選手。中沼選手が転倒。その横を2番手栗島選手、住職が抜けていく。さあ一番近いのは住職対村田選手の3番手争いですね。さあ今の瞬間村田選手が前に出ましたね。村田選手は3番手浮上。レースオーダー勝ってます。斉藤、栗島、村田、住職、伊藤、中沼のオーダー。2分30秒経過。さあ一番近いのは村田、住職、3番手争い、0秒7です。そして栗島選手もトップにかなり近いところに来ている。この週0秒38。伊藤選手の後ろからトップのワンツー来ます。2分50秒経過。さあこれベストは斉藤選手8秒553、トップのマシンです。さあどうやらこのヒートでコースレコード出てきそうですね。トップ2台、斉藤、栗島、これは42周ペースでレコードを破るというペース。さあ斉藤選手ベスト8秒53トップです。0秒5後方に2番手栗島選手、3番手が住職、村田選手にミスがありました。3番手住職浮上、4番手村田、伊藤、中沼のオーダさあ、そして4番手村田選手の後ろからワンツーがバトルしながらやってきます。トップ争いは0秒17、現在レースは27周目から8周目に入るところ。この2台がコースレコードペースでレースを引っ張っています。大時計まもなく4分。3番手は住職、村田、伊藤、中沼と続く。住職選手はトップ2台まではおよそ5秒。さあ村田選手は3番手の住職まで2秒7です。さあ4分20秒経過。さあ栗島選手はどこかで仕掛けるのか。まもなく残り時間が90秒になる。さあレースは32周目に入っていく。この2台がレコードペース変わらずです。残り10周。さあトップ2台がまもなく計測ライン、伊藤選手の後ろから来るのが、トップ2台です。危ない、大丈夫ですね。トップは巻き込まれなかった。大時計まもなく5分になります。レースは35周目。さあここで栗島選手が前に出ましたね。36周目。さあ斉藤選手が2番手、住職が3番手、中沼、伊藤、村田です。さあ中沼選手も気がつけば4番手まで帰ってきましたね。5番手村田、6番手伊藤選手、残りが40秒。さあ栗島選手が前が解放されて2番手斉藤選手との差を広げてくる。 1.3 秒。ただ斉藤選手もレコードペース、42周が見えている。この2台残り20秒、40周目に入っている。残り15秒。さあ栗島選手が41入りました。もう1周あります。斉藤選手ももう1周ある。残り5秒。さあ栗島選手がレコード入ってきました。それについて斉藤選手もレコードペース。ここで6分。中沼ナローゴール、村田ゴール、中沼村田ゴール、
伊藤ナローゴール、伊藤住職ゴール、クリゴール、クリチマ選手がコースレコードで優勝です。足を回収してください。6秒。斉藤選手が2番手、3番手住職、4番手中沼選手、5番手村田選手、6番手伊藤選手でした。はい、じゃんけんするよ。じゃんけんしますよ。今日電池ですよ。入ったばっかりですよ。電池の電池以外で、一発でいく。じゃあみんなで最初はグー、じゃんけんぽ、グーの人、ボールを入れる。じゃあ4人で。はい、2レース目ワイドクラスは4時45分目標できます。45分目標できます。